レースは進行し、ついに専用レーシングマシンであるオープンホイールクラスがスタート。しかし今年の路面は予想以上に滑りやすく、ダウンフォースを得るのに最も適した彼らのマシンをもってしても的確にトラクションを路面に伝えることができない。またスタート付近の暑さは徐々に車への負担を増していく。空気の薄い高地では水の沸点が低いためオーバーヒートに見舞われる車が連続。ついにはクラッシュしたわけでもなくコース中央で炎上するマシンが出るほどであった。オープンホイール昨年クラス優勝のゲイリー・カノーヤーは見事な走りでこれまでのトップタイムをマーク。だがタイヤは限界を超えてしまい、ゴールした時右後輪を失っていた。